寒くないの半袖。うん、いやでもしょうがないじゃん、優斗の部屋に置いてる部屋着これしかないんだからさ。うん、なんかいいよ適当に着て。それはいいんだけど、一回スマホやめて。何何何、聞きたいことあるんだけど。怖い怖い怖い、何。いや今さ、優斗の部屋のお風呂借りたじゃん。で排水口詰まってたのね、うん、でしょうがないなと思って、まあ、また掃除サボっちゃったんだなと思って排水口を見たら長い髪の毛があって。ゆうとさショートカットじゃん。私はまあ伸びたボブぐらい、でもスーパーロングだったのねその髪の毛。それも 2,3 本。あーこれ女の子遊びに来て掃除したんだけど取り切れなかったんだなと思って。ゆうとさ浮気してるよね。あのいいよ、謝られても私ムカつくから。実はいいってば。呪い。ん？呪い。呪い？幽霊だって。は？え、待って待って、何言ってんの？出たんだ。え、幽霊じゃなくて髪の毛があったって。怖い、怖い、怖いよな、怖いよな。幽霊、幽霊出たんだ。え、浮気バレそうになったの、お化けでごまかそうとしてる。うわ、最悪、うわ、な、で。いや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 、ありえないじゃん。だって排水口の髪の毛明らかに人の毛だったよ。ありえないよね。うん。人の毛、ま、だって幽霊ってまあ、多分ね、もともとは人だったりしたわけだもんな。うん、そうだろうけど。だもんな、だもんな。いや、怖いよ。怖ー。ゆうとはね、お化けじゃなくて。いや、だってロングでしょ。だって俺たちロングじゃないもんね。ロングでしょ。ロングだし。幽霊じゃん。いやいや、幽霊じゃん。ちょっと聞いてよ。あのロングな上にパーマかかってて毛先ピンクだったからね。幽霊がカラーバター使うか。やっぱりカラーバター使ってる幽霊いるんですか、ピンクの。あ、本当にまさにまさにそれ。まさにそれって何。落ち着いて。あんたが落ち着いてよ。変なこと言ってる。落ち着いて聞ける。無理だからそれで。あんね、うん、大家さんにね、引っ越しこれ契約の時に、うん、あの出るんかもって言われてたの。お化けは聞いたことない、その話。聞いたことないでしょ、うん、しかもギャルの幽霊が出るかもしれないんですよって言われてて。いや、ギャルの幽霊なんているわけないじゃん。いや、ギャルの幽霊なんているわけないじゃんって俺も言った、うんうん、俺も言った、うん、でだけどね、うん、だ家賃がちょっとここ相場より安いのよ。それ最寄り駅から徒歩25分だからでしょ。だからかって。最寄り駅から徒歩25分だからだって、その家賃安いのは。本当だったんだって今なってます。うるさいうるさい、もうちょっと壁薄いんだからやめて、大きい声出すの。壁薄いのももうなんか怖いね、なんか幽霊入りやすそうだもん、なんかね。あんたさ卑怯だよ。浮気バレってさ、もうごめんなさいでいいじゃん。お化けで乗り切ろうとするとかさ、マジもう引いてる。引いてます。本当に。いや俺も引いてる。怖って、浮気してたら俺も言うよ、ごめんなさいって、うん、でも幽霊だから。え、無理だよ。謝んのもおかしいじゃん。なんで幽霊出てごめんなさいって、それね、俺謝ってほしいからね。一回落ち着け。謝ってほしいから一回落ち着け。あの前から怪しいと思ってたんだよ、女の子いるのかなって。他に覚えてるかな、1ヶ月前ぐらいに私酔っ払ってさ、酔っ払ってるってこう通話こう電話かけたじゃん。でその時にさ、言うと、あーとか言って、その後ろから、ねえ、まだ？キャー！いや、あれ、あいつ、キャー！浮気相手だろって。出たんだ。出たんだ。出てたんだ、その時すでに。ねえねえ、幽霊がさ、まだ？って言う？ね、やっぱりギャルなんだね。いや、だからそうだよ。あー、てか、いや、なんかいろいろ、ちょっと。そいつはここに。あんじゃないっけ？ちょ、思い出してきた。ごめんごめん。俺、なんか、すごいこの、震える日とかがあってね。うん。そう、ちょっと霊感強い系の先輩が、まあ、いるのよ。あ、そう。
年間強い系って、ちょっと一回それ来てもらって、うん、こういうことがあるんですけどっつったら、なんかギャルで、うん、すっごいもうあのカラコンとかもしてんだって。幽霊なのに見えんの？うん、だそうそう、だ見える、先輩、俺は見えない、そんなディティール、だそうそう、先輩見えて、うん、で葛飾区とかに住んでるらしいのよ。いやいや、ここに住んでんじゃないの？いやだから葛飾出身でここに通ったりしてるみたいなんで、ふざけないでくださいよ先輩って。俺も言って、人じゃんそれって言った、同じこと言ってるずっと。でもそうなんだって。だからその葛飾のギャルがお前の家いるって、なんだそれはって、なんだそれはって感じじゃん。でしかも電話した時にお声したんでしょう、何って、怖っ。いや怖くないよ、ごめん、お祓いとか言って。いや怖くない、まだねえってさ、怖っ、羨ましやとか憎いとか許さないとか、そういうんじゃん。そういうんだったらね、そういうんだったらね、まだ葛飾区はねえ、まだあるんだね。しかもさ優斗にさ指摘した時、電話口で言ったよ私、なんか女の人の声聞こえたって言ったらさ、うん、とか言って慌ててたじゃん。あ、だから怖かったんじゃない、その時も。え、無理が、それは幽霊の話みたいな。いやしかもさ、今日もさ、洗面台にジル・スチュアートのサンプルの化粧水の空いてるやつ、ゴミあったし、あれ隠しとけよ、せめて。あ、いや、それは俺、多分自分もらったやつだわ。無理でしょ、ジル・スチュアートの。そう、ジルのサンプルでしょ。いや、ジル・スチュアートの、あれ、化粧品、本物、あの、本当の原品を買ってで、もらえるサンプルだから、一回買い物してないとあれもらえないんだよ。いや、そのね、サプライズで渡そうとしてたのに。いやいや、無理無理、あんな可愛いブランドに一人行ったの。いや、だ、そう、野暮だよ、そんな。野暮だよ、じゃなくて、てか今そのどうでもいいじゃん、それ。めっちゃ感じない、今幽霊の話してっから、マジで今浮気の話してんの。怖いね、私もあんたが怖くてしょうがないよ。いや、ちょっとこれあのさ、先に言っとくわ、うん、なんかその先輩がね、さっきの、その霊感強い系の先輩が言ってたんだけど、結構そのつけまとかもえぐいらしいのよ。でなんかアクセサリーもごちゃごちゃしてるらしくて、だからもしかしたらあの見つかるかもしれない。こっから先に、じゃあこっから先にそのつけまとかアクセサリーとかもなんかあの見つかるかもしんない。先に言っとく、これだって怖いでしょ。保険張ってんじゃね。自分で見つけちゃったら怖いでしょ。いいから。くっそ、そうじゃなくて、うん、そう、怖いよな。いや、うん、私インスタでさ見たんだよ。何？いや、あんたの投稿にいつもいいねしてる人がいて、うん、なんか A っていう名前なんだけど。あー、ちょちょ、 A ってなんだよ。まず聞いて。で、うん、そのアイコン見に行ったの。あんまりにもいいねされてるから、うん、その人のアカウントのページに行ってアイコン見たの、うん、そしたらなんかこうここら辺の写真だけ載ってて、顔分かんなかったんだけど、角っこに微妙にユウトのこのスウェットの肩だけ入ってて、こいつ浮気してんじゃんって思ってたんだよね前から。え、あ、ごめん、今なんか一瞬乗っ取られてたような気がする。いや、だから A ってやつだろ。そ、ちょっと待って、ちょ、整理していい？あやか、あみか、何、誰？それも、いや、生き量っていうことだよね。うわ、アカウント、 SNS のアカウントも持っちゃってるっていうことでしょ、霊が。いや、別に生き量だったら、その設定がバカバカじゃない。えぐ、普通に人間が、その人間が生き量になってって設定でよかったじゃん。何生き量のアカウント作ってるの。だもう今はそういう時代なのかな、例の中でもね。生き量は生きてる、SNS がインフルエンサーとかがいるんかな。分かんないで言ってんじゃん。へ、私もう別れるからね。ちょ、待って待って、無理無理、付き合ってらんないじゃん、そんな変な気持ち悪い嘘ついて。ちょ、これが嘘だったらね。嘘だよ。いや、ほんと浮気 してたらあれ。あ、はいはい、もういい、いいです。何具合悪そうにしてんの。やっぱりなんかね、いや、こんなやつだと思わなかった。マジ、じゃあ落ち着いて、一旦せめて謝ってほしかったわ。これさ謝ったら、だって俺浮気してることになんじゃん。浮気してんじゃん。ちょ待って、レイカレイカ、待って、ま、もしもし、
なんかバレそうにはなったんだけど、ごまかせた。うん、大丈夫大丈夫。